い光映る女神のトルネイド、こんばんは。女神のトルネイド始まりました。よろしくお願いします。1ヶ月ぶり、うん、ですね。もう9月ですよ ね、 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 早いね。早いね、もうね、うん、いつか、ありがとうございます。明日誕生日、ありがとうございます。82歳、おめでとうございます。82歳です。では自己紹介を。はい。82歳の未来プロデューサーみゆきです。よろしくお願いします。はい。心体演出家の香織です。素晴らしいね、毎回違う。はい。はい。書で未来を作る書道家、山浦礼泉です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんだかまだまだ暑いですね。暑いよ、すごい、ね。今朝すごかったんだよ。知ってる？あの雨と雷で私起きたの。本当？うん。本当本当本当。それで、オレンジ色になってたの、空が。そう。なんで？わかんない。あなたの目がじゃなくて？私がか、オレンジのなんかグラサンかなんかで、ね、スピコの色どういうこと、スピステーション色に染まってたんじゃないの。染まってたんだね。とりあえず忘れなくていいね。そうね、はい、チャットやソーシャルストリームで説明しますね。まずね、ユーストリーム、スピステスピ、あら、はい、頑張れスピステーション、クリ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 ックしてくださいね、はい、そうすると画面が出てきますから。でパソコンによっては横のところもあれば下のところもあるんですね。ですからそこの横か下の画面のところにソーシャルストリームとかチャットとか過去のアーカイブとかいろいろ出てきますから、でソーシャルストリームクリックして入れてくださいね。あの左の子が可愛いとか入れてくださいね。どうしました？いや、なんでもない。ほんとごめんなさい、本番中にちょっとホコリがついてるからね。どうしよう、どういうこと。ほこりも吸い取っちゃう、綺麗な音になってる方で、はい、吸い取るのね。はい、さて、今日の話題は、話題は、何ですか？丸裸？丸裸？ね、あらららら、あら、帰りましょうか。おい、いいよって言ってます。ね、はい、はい、今日は未来プロデューサーみゆきを丸裸にしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、改めてじゃあ自己紹介、うん、そうね、そうよ、もうちょっと詳しくね。うん。そうね、そう、困った顔するのどういうことよ。困った顔するのもらっていいかな。ちょっと段取り違ったのでね、ちょっとドキドキしたのね。あ、そうだったっけ。そうね、そうね、まあいいんじゃない。そうですね、うんうんうん、ヒプノセラピーですとか、はい、オーラリーディング、うん、あとはクリスタルヒーリングでチャクラを整えるっていうことをやりながら、うんうん、あとはこういう、ごめんなさいね、段取りが違っちゃって、うん、こういう、ヘンプ、麻ですね、うん、を使ったアクセサリーを作ったりとか、うんうん、あとは、まあ、これもね、うん、そう、今日ね、見てくれるこのピアス、かわいいよね、ね、かわいいですよね、うずうず、ね、ね、うずうず、かわいいでしょ。かわいい、これもたっきり、ね、ね、素晴らしい、はい、これもだよね、うん、そう、これすごいよね、この石、これいい石見つけ、うん、すごいいいと思う、うん、クンツァイトですね。クンツァイト、はい、何それ、すごい、初めて聞いた。いいでしょ、うん、綺麗でしょ、ね、なんかちょっとピンク、薄ピンク、うん、そんな感じね、すごい。なんかこれは何に効果があるの？最上級の愛ですね。最上級の愛情たっぷりの最上級の愛を私にください。誰か私にください。怖いから、怖いから、怖い、怖い、怖い、必死になっちゃった今。でしょ、ね、どんだけ欲しいの、うん、本当だよ、そんだけ、そんだけ、そんだけ欲しい、そんだけ、誰かお願いします、香りに愛を、誰かここまで戻って、戻ってね、はいはい、あ、これもそうよ、ちょっともう一回、あ、そっか、そっか、これの、ありがとうございます、これも、しょ、綺麗だね、可愛いね、素敵よね、これ、これも、これも、これを作ったんだよね。そう、石は作んないからね、これね、石は掘り出してきたね、そうそう、掘り出してきたね、そうそうそう、ね、これなんかお安いっていくらでしたっけ？1500円ですね。1500円だね。でもすごい凝ってるよね。凝ってる、かわいい。ね、私買うわよこれ。ありがとうございます。もちろん。あんた買うんでしょ？これ。10万円で。ありがとうございます。ダメダメ。前のお金で買っちゃった。どういうことよ。そうね。まあそんなこともありながらね。ね。うん。
やってるんですね。いろいろやってますね。これ何って今聞いちゃっていいのかな。これ何ってあとこれ持ってんじゃん。一応聞いてみた。一応ねこれ。改めて。毎回のように話をしていますが、何回か出てきましたね。マンダラオラクルカードって言いますね。うん、で私ねもともとカードは、うん、カードを使い始めたのは中学生の時だった。中学生？まあ、もちろんこのカードはなかったんだけど、本屋さんに行ったら、そこに、ちょっと黒いね、想定の、タロットカードが売ってたんですよ。で、なんかすごく綺麗だなと思って惹かれて、私もともと幼稚園の頃、魔女になりたかったので。魔女になりたかったんだ。どういうこと？魔女になりたい？ちょっと聞いていい？何か見たの？アニメとか？なんだろうね、なんかアニメ見たんだろうね、とにかく魔女になりたい。魔女っ子めぐちゃん？ね、そんなんじゃない。そんなんじゃない。可愛い感じしないよね。なんかこう、本格的な感じ。感じないよね。それがね、私あの歯医者さんによく行ってたんですよ、幼稚園の頃。で、行った歯医者さんの待合室によく漫画とか置いてあるじゃない。あるね。多分今あんのかな、仲良しだとかさ、リボンだとか、そういう系ね。で、そういう系のコラボみたいなところに、あなたも今一日で魔女になれるっていうのがあったの。マジか。で、やり方が、あの香炉っていうの、お香を立てる、あのこう足す、お線香立てみたいなやつ、あれにその灰を入れて、で一晩寝かして、それをこう額につけるみたいな、なんかそういうのがあったの。で、これはと思って家に帰って、もちろんそのうちはお香なんか炊かないお家だったので、お線香立てだわと思って、これそーっと夜親に内緒でお線香立てを持ってきて、中の灰出して、火洗って、灰まで戻して、それをつけて寝たわけ。怖くしながらね。朝起きて、クルンクルンなんちゃって。なんちゃってやったわけ。なるわけないじゃない。ないよね。すごいショック。ちなみにクルンクルンってのはなんかこうおまじないのなんか何かをないみたいな。枝かなんかを持ってクルンクルンってやっちゃった。枝がなかったのかもね。ああ、そうかなってことがあったわけですよ。で、ずっと魔女に憧れてたわけ。この間カオリの方で魔女みたいって言われてたよね。そう、言われてたよね。言われてたよね。小学生にね、言われてた。抱きしめようかと思ったわ。やっと慣れたって感じ。泣くからやめて。どういうこと？歓喜で？そうだね、そうだね。震えちゃってね。はい。それで、その本屋でね、カードに戻るけれども、タロットカードね、タロットカード見た時に、その黒の想定がすごく綺麗で、絵もなんかタロットカードちょっと驚しい感じじゃない？で、あらちょっと魔女っぽいかしらと思って、見よう見まねでやってたんだけど、これがね、当たったの。すっごい当たったの。で、なんなら列できるかぐらいな勢いでできてきて、そうなのよ。で、私やっぱりすごいんだわってちょっと思ったわけ。魔女だわと思ったんだけど、なんかね、1年も経たないうちにそのカードが消えたの。消えた？すごい大切にしてたし、もう可愛がってたのよ。で、いつもここに置くって決めてたのに、ある日ないわ。あるの？不思議でしょ？わかんない。消えたの？用、ご用がね、お役に終わったんだろうね。で、もうそれしょうがないので、そのままこう月日は流れ忘れてたんだけど、で、それから大人になり、テレビの仕事を辞めて、こちらのセラピストの世界に入った時に、ジェムカードっていう石、パワーストーンのオラクルカードだとか、あとはあのハーブのオラクルカードっていうのもあったんですけど、それを使ってみたんだけど、どうもピンとこなかったの。で、やっぱり私カードはあのカードしかダメだろうねと思っていたら、このカードと出会い、当たっちゃったのよ。このカードがね、本当にいいカードなの。あら、どのように？あのね、パワーが強いっていうか、なんかね、最初この絵だけで、例えば、まあこのカードになっちゃったらされる方少ないと思うんですけど、もともとこのカードのね、絵を、あの秋山さんがパウチしてお売りになってたんですよ。それをね、あのコースターにするとお水の味が変わるとか、あとなんかその
いびきをしてる旦那さんの枕の下に入れたら、うん、止まったとか、すごい、なんかいろんな効果があって、そんなこんなでこのクレッグ・ジュンジラスとタッグを組んでこのカードができたんだけど、本当にね、なんていうの、ちゃんと弾くと、気持ちを込めてね、弾いてあげると、しばらくは同じカードが出やすいんですよ。そうなの、そうなの。そうなの、そうなの、何レーセン、レーセンも、そうなの、ね、私も買ったの、これね、あの、ほら、ずっと持ってるでしょ、で、そばにいるから、こう面白がって弾いてたんだけど、その度ごとにすごいこう、その場にマッチした感じがして、これすごいかもって思って、買ったのね、最初の日に弾いたら、自信って出てきた、自信、自信をつける、ね、自信をつける、次の日弾いたらまた同じだったの、あ、これは自分でちゃんと自信を持たなきゃいけないってことだなって思っていたので、ところがさ、3回目またちょっと何日かしてからだったんだけど、同じカードだったのね、あれ待てよと、これは自信を持ちなさいというのではなく、実はもう自信を持っていることも知りなさいってことなのかなって思った、持ちなさいじゃなくて持ってることを自分でちゃんと認めるっていうこと、そうかなって思ったの。そしたらもうそれからそのカード出なくなった、出なくなったんだ、そうだ、これね、結構皆さんおっしゃるの、私もそうだったんだけど、多分私がそのリーディングするに同じカードを出たとしても、毎回毎回意味が違う、メッセージが違うと思うんだよね、1回目、2回目と3回目と明らかに違うじゃない、自分の状態もね、違うもんね、そうなのよ、で、そのカードのお役目が、その意味のね、終わったら、次のステップに行くわけじゃない、そうすると次のカードを今度また出てくるっていう、そうだね、じゃあクリアするまでずっと、そういうこと見た、そうなんだ、出し続けてくれるんだ、だって64枚あるの、ねえ、そうそうないよ、そうね、すごい確率よね、でも私結構同じカードな確率多い、すっごい切るのちゃんと、なんだけどそういうことが起きる、それ毎回さ、なんか思うことって同じ変えてるの、その弾くときに、そうだね、違うかもしれないけど、でもね、今日はどんな日かなと思って弾いたときに、ハピネスだったときはものすごい嬉しかった、おー、いいね、なんかね、ハピネスって叫んじゃったぐらい、叫んじゃったんだ、叫んじゃった、迷惑ね、大丈夫か、超嬉しかったのよ、なんかね、カードでね、ハピネスが出てこんな嬉しいってすごいなと思って、回らないよね、そう、なんかそれが本当になんか力づけをしてくれてる感じがしたよ、そうなんだよね、すごい、本当にいいカードで、これが、ほら、私たちがリーディングをやってるので、だからできるんじゃないかなと思われる方多いと思うんだけど、これ誰でもできるんですよ、で、ちゃんとこのカードを見て、例えばこのカードをね、見てちょっと映してもらえますか、このカードを見て、何も感じない人はいないと思うのね、例えば黄色い丸があるとか、白い丸があるとか、その感じること、どんなことでもそれが一つ一つメッセージにつながっていくんですよ、っていうそんなやり方をセミナーしておりますので、あ、そうなの、はい、ぜひね、あの、クラブガーションさんで、ね、いろんな、読み解き方とか、そうだね、これが、オラクルカードセミナーで、初級編とプロ編とありますので、ぜひあのご興味お持ちいただけたらね、ちょっと確認いただきます、はい、どこに何を見ればいいのかしら、一番、インターネットで、マンダラオラクルカードセミナー、あとクラブワールドと引いていただくと、あ、出てくる、はい、出てくると思います、なるほど、一番最近は9月の9月の3日、3日金曜日ですね、3日、あ、ごめんなさい、13日ね、過去のような、そうね、で、初級編で、初級編はね、あの、参戦とお安くなっているので、ね、これを受けていただくだけでも十分カード引くことができますので、はい、なるほど、ぜひお越しいただければと思います、楽しそうですよね、本当にね、楽しいね、皆さんね、私なんかできるかしらっておっしゃるんだけど、もうね、スポンスポンでリーディングしていくの、あら、面白いね、できるようになりますので、ぜひね、出していただければと思います。ぜひぜひ、はい、はい、そうか、あとは他には何か、あとね、私あの一番最初に習ったのが、ヒプノセラピーなんですよ、ヒプノセラピーね、魔女にも関係してくるんだけど、あの
催眠術って子供の頃流行ってなかった？流行ってたとかで、なんか、うん、ワトリにさせるとか、うんうん、あったじゃない？酸っぱいレモンが甘いとかね。そうテレビでね、食べれるようになるとかね、いろいろあったよね、うん、あれってちょっとほら、子供心でさ、魔法って思わない？本当思った。なんか人を操るじゃないけど、うん、魔法をかけちゃうみたいな、うんうんうん、で催眠術ってかけてみたいってずっと思ってた。なるほどね。魔女になりたい催眠術。そう。どうなんだ。毒に飲まれて持ってきちゃうね。ねえ。何言ってんの？ごめんなさい。失敗して。ね、うん、あのテレビの世界に入ってから、うん、企画を考えてる時にね、うん、ヒプノセラピーが流行ったの。うん、で催眠療法で催眠術と催眠療法って同じなの、うん、違うのどうなのと思って、うん、で企画にもなるかなと思って、うん、その受けに行ったのね、うん、ネットで探して、うん、そうなんだ、うん、そしたら催眠術とは全く違って、あそう、うん、催眠術ってもう自分が何したかわからない、そうだよね、意識がない、記憶がない、なんだけど、うん、ヒプノセラピーは、うん、意識がちゃんとあるのね。あ、そうね。そう。受けたことある。あなた、うん、あ、ね。ありがとうございます。うん、気持ちよかったわよ。ありがとうございます。うん、そうなんですよ。うん、で、うん、すごく、うん、そのヒプノセラピーをやることで、うん、そのどういうのかな、うん。今自分が悩んでることだったりとか、うん、その根本になるところに行き着く場合もあるし、うん、全然違うアプローチで気づいて、うん、その気づきから、うん、なんだなんか今考えてる悩んでることって簡単なことだったなっていうふうに思えたりするんで、うん、でオーラリーディングだと、うん、リーダーが相手の心を読んでいく、うん、なるほど、だから、うん、お客さんの方は何をされているのかよくわからない状態じゃない、うんうん、だけど、うん、来てもいいじゃんよ、うん、あのさ、うん、カードとの相性ってあるのです、あるのですね、あ今チャットね、チャットから、うんうん、かこのカード、うん、そうね、あの、はい、多分私も、うん、そのこの前に使っていた、うん、ジェムカード、オラクルカードだとか、うんうんうん、ハーブカードだとかっていうのとは、うん、合わなかったんですよ。で、この前いらしてくださったこのセミナーにね、うん、いらしてくださったお客様も、うんうん、あの天使のカードを持ってるんだけど、うん、どうもうまくリーディングができないっておっしゃってたのね、うん、だけどこのカードを使ったら、うん、すごく面白いようにできたっておっしゃってあるんだね、あると思うし、うん、このカードは本当にすごいと思う、うん、だから来てるよ、すごいってね、あ、本当、うん、そうだね、本当にいいカードなの、持ってる方がいるのね、すごく当たったよ、評判良かったね、イベントで繋いださん、素晴らしい、ありがとうございます、そうそうね、カードが話しかけてくれているんですね、生きてるみたいな、そう、そうなんですよ、うん、なるほど、うん、だから私も引かなきゃ、買ったばっかりでね、そうなのよ、そうなのよ、あともう一つ、セミナーってね、はい、何時間くらいやるんですか、うん、あ、いい質問ですね、初級編は2時間です、うん、2時間で、うん、2時間、2時間、3000円、そう、3000円です、安い、はい、うん、で、その後、プロ級、うん、プロ編の1、うん、2っていうのがあって、うんうん、プロ編の1だと10時から4時まで間を切る1時間挟んでて、うんうん、1万5000円いただいちゃうんですね、で、うんうん、プロ編2っていうのが同じ時間帯で、うん、ごめんなさい、お値段が4万5000円だったかな、ちょっとごめんなさい、うろ覚えで、それはクレックがやってくれて、それは特別よね、そうなんですよ、で、クレックのセミナーを受けた段階で、うん、クレックの方から、うん、あなたはこのマンダラオラクルカードのリーダーのプロとして認めますよという修了証をもらえるので、うん、だからもうどこでおやりになっても、うん、ここのクレックに認められたんですってことを堂々とね、なるほど、うん、出していただけるので、うん、じゃあぜひ ね、 ね、それで仕事をやりたい方はね、はい、プロまでね、はい、OK ください、はい、よろしくお願いします、ごめんね、ヒプノセラピーのお話途中でこすっちゃいました、そうでもない、はい、そうね、ヒプノね、で、戻ると、はいはい、リーディングっていうのはさっき言ったみたいに、うん、お客さんは何もするんではなく、うん、リーダーが読んでいく、うんうん、じゃないんだけど、ヒプノセラピーはお客さんはご自身が夢を見ているような感じで体験してもらう、そんな感じだったでしょ、そう、ね、なんかこう自分の深層心理みたいなのにこう働きかけてくれる感じかね、なのですごくより深い気づきができるっていうのかな、もちろん自分で感じることが苦手な方もいらっしゃるので、うん、その方はリーディング、どなたかにリーディングしてもらってっていうのはいい方もいらっしゃるし、やっぱり自分で体験したいって方もいらっしゃるので、その方の場合は本当に、ね、深い気づきが起きるんですよね、だから私はやるのもやられるのも大好きで、わかる、私もね、
のね、うん、やってもらったんだけどあのね映像が今でも残ってるの、うん、その何ていうの分かる、うん、自分が何を言ったかって全部は覚えてないんだけど、うんうんうん、あのオレンジの袈裟を着た時とか裸足でっていう、うん、その一瞬のこの映像あの時に寝て反応しててこう、ねうんうんうん、誘導されて、うんうん、それはねパンってやっぱりね覚えてるのずっと自分から出てきてるからだと思う、うんそうだねうん、多分リーディングだとあんまりそういうことはない、ねね、されてもそこまで残ることはないんだけどうだ、ねうん、私も5年前ぐらいにやってもらって、うん、で最後自分からの自分へのメッセージみたいなのじゃない、うんうんうん、あの時に言葉を大切にしていきたいと自分が思ってるんだって言って、うんうん、その後今あの言語心理学みたいなのやってるでしょ、うんうん、自分の中でやっぱりね今やってることってでうん、その時にもうメッセージもらってそのまんまのことなのね、うん、なんかこれもすごいなって思ってなるほど、うんうん、あのすごく分かりやすい例で言うとね、うん、私が以前やらせていただいたお客様が、うん、あの高所恐怖症だった方がいらっしゃって、うん、どうしても治したいと、うん、でヒプノセラピーをした時に、うん、前世で私はジャンヌ・ダルクだったっていう前世にたどり着いたんですよ、もちろんねジャンヌ・ダルクだっていう前世を持っている方って何人もいらっしゃると思うの、有名人だからジャンヌ・ダルク、うんうんうん、だけど、うん、それが事実かどうかってことはどうでもよくって、うん、そうじゃなくて、うん、そこで何を気づいたのかっていうところですね、うん、ごめんなさいね、なんかスタッフが一人ニヤ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 って言ってね、なんだかね、すごくジャンヌ・ダルクだ、ジャンヌ・ダルクだったいたのかしら、バッサみたいなね、バッサみたいなね、さっきそんな素振りを見たわ私、うん、見たわね何分か前に見たわね見たわ見たわね、そうなんです、うん、それでそのジャンヌ・ダルクだった時に、うん、あの貼り付けにされるじゃないですか、あそうね、それが、うん、彼女が見たのが、うん、その高い教会の上の十字架に貼り付けにされてる、うん、だからすごく上なわけ、おうおうおうでそれと上だからもちろん風が吹いて揺れるっていうコースもあるんだけど、うんうんうん、それよりも、うん、その眼下に広がっている市民の白い目、うんうん、あお前が嫌なんだってさ、その目が怖かったんだって、だけど、うん、ごめんなさい、うんうん、だけどね、チラチラね、チラチラね、何を書いているのかしらね、だけど、それが、うん、でも今の私はジャンヌ・ダルクじゃないと、うん、日本人と、日本人で、うん、だからこそ、うん、今私に対してもその白い目があるわけではないってことに気づいて、うんうんうん、それ以来、うんうん、全く平気になった、それに気づいただけで、すごいね、 それまではあのガラス張りの外が見えるエレベーターだったじゃない、 あ、そういうの絶対ダメよね、そういうのだったのが、うんうん、平気で、綺麗だねってこうやって覗けるようになったの、すごいね、すごいね、そうだね、だからやっぱ潜在意識にそういうものが残ってるんだよね、そうだね、それが解除されたんだ、うん、面白いでしょ、面白い、理由が分かるってすごいね、そうだよ、ね、うん、だからその自分が何だったっていうことよりも、うん、そこでどんなことを気づいてきたかっていうところを深く気づいていく、うん、だからヒプノセラピーってすごく面白いので、うん、ぜひね、まあ、もちろんあの私だけじゃなくていろんな方がされてるし、うん、クレッグももともとヒプノセラピー、ああそうなんですね、やってる人なので、うんうんうん、だからぜひね、うん、体験してもらえればなと思ってますね、はい、うん、カードについてたくさんのね、うん、あのチャットもいただいてるけど、あらあら、面白いのはね、うん、あの他人を操りたいのか子供シアーって言いますね子供でしたからね、はい、ごめんなさいよ、うん、枝でね、くるくるしてね、なんなかったね、なんか全体的に魔法使いシャリじゃないっていう、ああ、そうね、そうかもしれない、そうね、それヒプのさ、なんかお手軽ななんかないの、本講座、なんかちょっと試したいとかね、言う人もいるかもしれないから、あるよね、あの90分で、1万5000円でやってたんですけど、これをご覧いただいた方には、おっとっと、90分で1万円で、うん、あ、1万円、お試しヒプノを、安いですよ、はい、皆さん、ぜひ体験してみてください、ね、面白い、面白いね、うん、いろんな切り口の自分探しってあるけど、うん、面白いよね、そうだよね、ぜひ、ね、ぜひ、お申し込みはスピステーションのホームページです、うん、ね、はい、これは先着何名様、あ
すごい食べたけどね。さって食べたけどサンデーした。すごい考えてましたね今ね。サンデーだそうですよ。期限はありますかね。まあ、今月いっぱい。今月いっぱいね。じゃあ9月末までね。先着順ね。でも3名なっちゃったらもう9月末までですね。うん、締め切っちゃいますからね。お早めにどうぞ。お待ちしております。お待ちしております。気持ちいいですよ本当に彼女のね声がね優しいのよなんだか優しい声なんだか優しいわけ優しいわね別人みたいな感じ隠せないわね、うん、ねえ隠せないわ本当に本当ねしょうがないね、うん、それで何でしたっけそのジャンヌダルクあ間違えたとなんかイベントかそうなんかそこでクスクス笑ってるねちょっとこちらにいらしてください、うんうん、ジャンヌダルクです、はい、ジャンヌダルクはい、今度、うん、あのエリちゃん小野エリさんと一緒にそのヒプノをもとに、うん、セルフヒプノ自分で自分を癒していくっていう、うん、瞑想に近いんですけどね、セルフヒプノを使った形の、うん、とあとは、うん、あのエリちゃんの、うん、エリちゃん登場ですが、うん、はい、はい、失礼いたしますエリちゃん、はい、ハーブでハッピーライブでおなじみのね小野エリさんですよ。はい、これもあアロマもね、これもそうなのかな、はい、うんうん、はい、お願いします、うん、エリちゃん、はい、はい、こちらでは瞑想をした後に、はい、ご自分でパワーストーンを選ぶか、うん、またはなんと生年月日とお名前と写真を事前にお知らせしてくれれば、うん、みゆきさんが、うん、事前にリーディングをして、はい、その方に合ったパワーストーンを選んでくれるっていうことなんですよ。それでを使って、うん、この中に入ってるんですけれども、うん、この中にまた香りをブレンドしていって、うん、いつも身につけていただいて、うん、その自分のパワーや魅力をアップしていただいて、うん、おー、いいですね。そうなんですよ。そんなイベントをね、それいつやるんですか、はい、9月の21日の土曜日、うん、土曜日10時30分からの2時間に短縮して、スピステーションの特別割引がなんと、うん、なんと5500円になります。え7000円が一般で、安いです。でこちらはもちろんお持ち帰りいただけますので、もしよかったら香りも嗅いで、あ、いい、本当、うん、ください。はいはいはい、ちょっとじゃあ嗅いでみようかしら。あ、すっきりする、うん、うん、すっきりするね、いい、うん、リフレッシュよ、なんだか森林にいるみたいな感じね、癒されるいい香りでしょ、すごいいい香り、ね、そうで、ね、うん、そうですね、うん、お申し込みはこちらの、うん、ちょっとスピステーションのアドレスではないんですけれども、はい、こちらまで、参加希望ということでお名前 と、うん、メールアドレスをお願いします、うんうん、これあの人数は、ね、6名限定になりますので、うん、6名限定、はい、あ、じゃあもう早めにね、はい、お申し込みくださいね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、うん、香りもなんか違うんですよ。すいませんね、またいいですか。また今月なんですけどね、うん、これ、うん、いや、ありがとうございます。動かしますよ。はいはいはい、僕らの地球まんまる革命みんなの歌ミュージカルがあるんですね。うん、うん、これね9月15日、南相馬と杉並の子供たちが一緒になって、うん、で、主役が、うん、あの松本梨香さんって言って、うん、ポケモンの主題歌を歌ってる、うん、ご存知でしょ、うん、有名よね、うん、あの主役のサトシの声をやってるんですね、うんうん、でその松本梨香さんと演出家の夢丸さんが、まあ、筋本筋となって2人がストーリーを組み立てていくんですけど、その間に子供たちがいっぱい出てきますよ、うん、歌ったり踊ったり、ね、本当に今頑張ってます、そう、ね、そうなの、あのね、ね、初めはね、ただみんなの歌を歌うだけだよみたいな感じで軽いノリで応募したんですよね、うん、でみんなわーって40人ぐらい集まったんだけど、うんうん、もうあれもやってこれもやってやれ歌えだ芝居だ踊りだもすごいことになってまして連日リハーサルですもん、うん、でもね、うん、でも子供たちはねすごいねやる気が満々なので、あ、そう、うん、悔し泣きしてる子もいればね、可愛いね、うん、そうそう、私には役がないセリフちょうだいって言って、すごいね、演出家に直々にね直談判に行ってる小学生とかね、いや、いいね、すごいパワーもらってるの、ね、もう毎回毎回ねリハーサルのたんびにね、うん、素敵だなと思いますね。本当よね。あ、もうね、素晴らしいですよ。いや、もうすごいね。本当に。じゃあもう一回お願いできますか。うん、はい、
9月15日、ザ・高円寺。はい。うん、これは、ね、高円寺の駅から近いのかな？そうですね。歩いてね、もう3分ぐらいですね。うん、北口かな、うん、どっちだったかな、そう、北口ですね。うん。で、前売りが3000円です。はい。はい。ね、サトシで会いたい。会いたい。ゲットだぜ。ほんとゲットだぜ。お、素晴らしい。ねその曲もやりますよ。あ、ほんと。はい、やりますよ。はい、ありがとうございます。あとまさみもね、うん、そう、あ、レーセンさん、私もね、そう、書のワークショップ毎月やってるのが、うん、8月ちょっと都合があって、できなかったというかやらなかったので、今月一応24日に予定しています。うん、50歳の私を、私と私じゃなくてね、うん、皆さんの50歳になった、うん、それぞれがね、うん、それぞれの人生の50歳を、うん、まだの人はこう予想して、うん、過去の人は思い出して、今の人は今の自分を振り返って、うん、そんな2時間。なるほど、みんな50歳っていう設定でやるのね。そう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 、どんな50歳になりたいかとか、どんな50歳だったかとか、どんな50歳を生きてるかとか、そんなところを考えて、1文字を作っていくっていう、そんなイベントをやっていきます。よろしかったら、ね。うん、いつもあのレッスンが書いてくれてる一文字、うん、で、うん、あれはみんながそれぞれやる、うん、そうそうそう、ああなるほど、うん、私だって先月ね、ほら冷戦特集の時に、うん、楽しいっていう状況、ね、そうだよね、ね、そうそうそう、書いてすごい、うんうんうん、あの、はっきり決まったら Facebook イベントページにあげまーす、うん、楽しみに、はい、よろしくお願いします。あの最後ちょっと確認していい、はい、これマンダラオラクルカード、はい、それからヒップンの、はい、お申し込みは、はい、どちらまで？あ、うん、ヒップのに関しては、うん、まずスピステーションのホームページにいただければ、うんうん、で、はい、あのヒップの以外でも、うん、お申し込みはまずはスピステーションいただければ、はい、特典つけさせていただきますので、はい、うんはいね、お待ちしております。はい、お待ちしております。はいはい、ヒップのセラピーの方は、うんはい、うん、90分、うん、1万円で、お申し込みは安いですね、今月いっぱい限定ステーションの方にお願いします、うんはい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、確認でした、はい、ありがとうございました。はい、ではもうあっという間にね、本当ですね、なんだかもっといろいろ聞きたいことがいっぱいあったんだけどね、裸になったから、ね、あれ足りない、ごめんなさい、ね、またね、次回を期待してもらってね、うんはい、ね、ありがとうございます、ね、はい、はい、では、うん、次のスピステーションは、うん、今度の月曜日ですよね、うん、そうね、何でしたっけ、何だったっけかな、うん、ワイズバーですね。ワイズバーですね。はい。はいはい、うん、今度のゲストはまたミュージシャン。うん、ああ、そうですか。へえ。確か。うん。はい。はい。で、じゃあ次回の私たちトルネードが10月の第2週第2週ですよね。曜日に。すみません。しどろもどろでしたね。ね。そんな感じで、はい、はい、もりもりも忘れてる、もりもりもね、そうですね、すぐ忘れちゃうのね、はい、では、はい、ありがとうございました。また次回、はい、お楽しみに。